株式会社ボーダレスジャパンは東京都新宿区市ヶ谷田町に本社を置く日本企業。ボーダレスジャパンは2007年3月田口一世によって設立。2018年10月には社会企業家の数だけ社会課題が解決されるという考えのもと社会企業家養成所ボーダレスアカデミーを開校し1年半で250名以上が受講。 次々とソーシャルベンチャーを生み出すボーダレスグループの仕組みは2019年グッドデザイン賞を受賞。2025年開催の大阪、関西万博におけるチームエキスポ2025プログラムの競争パートナーに参画。ボーダレスジャパン代表田口が吉本工業の NSC にヒントを得て開講した社会起業家養成所 2020年10月に開校する第4期よりコロナウイルス感染拡大防止のためすべての講義がオンライン開催となり日本全国、世界中からの参加が可能となった。ボーダレスシネマはボーダレスジャパンが主催するドキュメンタリー映画の上映会。知ることから始めようをテーマに社会問題に関するドキュメンタリー映画を上映後映画のテーマを深掘りする トークショーを開催し、様々な社会問題に関する学びを深めるプログラム。2ヶ月に1回開催。新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、2020年4月から、ズームを利用してのオンライン上映会となった。日本、東京オフィス郵便番号162-0843、東京都新宿区市ヶ谷田町2-17。 八重水市ちがやびる6回電話、0352276980、日本、福岡オフィス郵便番号813-0034、福岡県福岡市東区田野津4-14-1、電話、09229257912017年3月、ボーダレスジャパンが、オルタナ主催、グリーンオーシャン大賞大賞、金賞を、ダブル受賞2019年2月代表田口が、 日経ビジネス、世界を動かす、日本人52、選出2019年3月、日本で一番大切にしたい、会社大賞審査委員会特別賞受賞2019年6月、代表田口が、フォーブスジャパン、日本のインパクトアントレプレナー35に、選出2019年10月グッドデザインアワード2019に推薦され、ビジネスモデル部門で、グッドデザイン賞を受賞。 ありがとうございます。